みっともラジオ。はい、というわけでやってまいりましたみっともラジオ。このね、杉並のゴミ屋敷からお送りしておりますみっともラジオ。一体どんな番組かと言いますと、友達のいない僕はですね、このミーの中では友達がね、何人かいますので、その友達と話をして、見ようじゃないかという番組になっております。あと吉田豪さんのね、ストーカーとして吉田豪さんの発言をね、余すとこなく伝えていこうと思ってるんですけども、今日はね、いやーよかったね、ファントム・オブ・キルっていう、これまたアプリのね、電波組が CM してたやつ、エビスさんがどうなったっていう問題あるんですけど、それのムービーなんていうんですかね、アニメーションゼロプロジェクトゼロの、六本木でありましたね。その発表会、映画の発表会のにあたりましてですね、行ってきました。よかったですね。何がよかったってね、こう分かんないんですけどね、藤原竜也さんがね、このゼロの声優をやってるんですけど、レッドカーペット歩いてね、電波組と藤原竜也さんのサインをね、いただいちゃったんで全然見えない。カスカスだよこれって、だからカスカス出ない、カスカスだよこれ言いながら藤原竜也さんサインしてくれました。もう大好きでしたから、新徳丸の時からねえ、かっこいいじゃないですか藤原竜也さんねえ。そんなことしてましたね。あと世間的なニュースは何かありましたか？ああ、こんばんはしちゃった。もういいか。じゃあ帰れま10ネットテレビで生放送へね。のりか梨園の妻デビュー延期へ。そうなの？のりかのニュースなんかね、もうどうでもいいでしょ、ほんとぶっちゃけね。この辺はまあいいか。はい、行きましょう。こんばんは。はい、すぐ郷さんとこ行きます。そういえば、この前、着替えた時にこんな写真を撮ってもらいましたよね。コメント困るよね。これ来たからなんだっていう感じはしますけども、素敵な写真なので、フレンドにも見せたいんで。いいですよ、いいよ、ありがとうございます。何かこれね、コメントいつも送られてきてもね、見せられても困るでしょ。これ定型文ですか。 CM やってますね、ミートもね。今コメント困るでしょですね。いい感じだと思います。ね、あとは女子にスケベなことを言わせるために、まずはゴーさんと言いましょう。もうちょっとでね、人気ランクが16になりますね。はい、ゴーさんどうもです。どうもです。雨あったかな。僕にとって友情とはタイプでは努力、勝利と合格で並べてるけど、ジャンルが違うだろうと思ってます。努力と勝利は個人的なことですからね。努力は努力、友情は確かにジャンルが違いますね。僕、最近スカート参加のスナップトリビュートアルバム配信限定で買いました。スカート参加のスカートって何ですか？なんかバンドかなんかですかね。僕知らない。配信限定のトリビュートアルバムをあるんです。あ、カートつけます。僕は今本日開催予定の男の墓場プロダクションの花見は雨天の場合、昨日開催になるはずだったけど、一体どうなってるのかで迷ってます。来ましたね。結局ゴーさん来ましたね。行きました。日曜日の9時。日曜日の9時にこのコメントしてて、でも郷さん来たのあれ4時ぐらいでしたっけねえ。ねえ、延期じゃなくて前倒しになるスケジュールはヒヤヒヤしますね。ビューン。あ、顔文字やるの忘れたね。はい、もう雨ですよ。雨25個ぐらいしかないんじゃないか今。21個だった。全然ねえじゃん。1日3つは聞けるからね。でも僕、インタビューやトークイベントが盛り上がって、ゲストが喜んでくれて、評判も良かった。時に一番の幸せを感じます。確かに。すごい、すごいところにね、掘り下げてきますからね。それはもう見てても楽しいですし、読んでても。ねえ。僕、カラオケではカラオケやらない主義です。をよく歌います。そんな感じしますね。郷さんってなんか歌わない感じがなぜかしてますね。アイドルソングとか歌わないんですかね。もう一個、まあ今日はいいですか。何か聞けましたか。ところで、原田専門家がカラオケでよく歌う曲って何ですか。カラオケね、僕もカラオケあんまり行かないですけど、RC 清志郎さんのですね。RC サクセションのサントはマミーが金儲けのために生まれたんじゃないぜかな。かなですね。ですか。ですよ。今度聞かせてください。ね、はい、バイバイ。どうもでした。どうもでした。サントはマミー。夢のどっちもあったっけ。金儲けがこっちはなかったか。じゃサントはマミーはありますね。どうもでした。二人の恋は。終わったんだね。してさえ触れないお前、さよならと顔も見ないで去っていった。女の心さとはまみ夢のようサントはマミー、おいしくて目の前が暗くなる。サントはマミーね、サントはマミーをよく歌いますよ。本当によく、ね、映画「バカ野郎」のエンディングソングでしたね。バカ野郎、藤井フミヤさんとかやってましたね。バカ野郎っつってサントはマミーねえ、そればっかり。じゃあ誰かが来てるか。女子にスケベ、今日こそはね、今日こそは女子にスケベなことを言わせましょう。誰がいいですか。上から順番に行きましょうか。一つ聞いてすぐ出て。ようこそようこそようこそ。一つ聞いて、このピンクの王冠は。そういえば私、パンといえば、海外のパン屋さんにある。ベーコンとチーズが練り込んでる硬いパンですね。わい。に目がないんです。いいね。いいね、いいね。答えは別に。サンキュー。あ、回答しないとポイント上がんねえから、コメントしましょう。よいしょ。そういうの最近見かけない気がする。豆パンは結構好きよ。豆パン、金時豆。クロワッサンは必ずやかん。クロワッサンね、すごいカロリーが。金時豆のパン。美味しいね。あれも街のパン屋に置いてがち。土曜の朝のパンってほんと幸せのシンボルだと思うのよね。土曜の朝って感じするわ。確かに。天気良くてコーヒーも入れたてだとなお幸せだわ。ポーポー。ポーポーって。なるほど。なんだっけ。ベーコンとチーズのパンね。硬いパン。土曜の朝のパン。はいはいはい。自分が喋るから別に普通のことでいいですよ、ね、ベーコンチーズだけでもうまいのに、硬ければなおよしですね。なおよしですよね。さあスケベなことを言わしてやるからな。はい、そういえば、私が好きな有名人って誰だと思いますか？スケベなこと言わせにくいな。好きな有名人、みんなには内緒にします。先にしか言いませんから教えてください。好きな有名人ね、藤原竜也さんでいいんじゃないですか？藤原竜也さんじゃないですか？教養みかんですがセクシーでした。抱かれても良いくらいに。確かに好きかも。なんで今日の返還候補に教養が入って、はい、残念。ちょっともうちょっといい質問。道中を気をつけ遊ばせ。なるほど。次の女子、なかなか難しいな。知らない。お、君はなんか飲みます。ジンジャーエールか焼酎ならありますよ。じゃあジンジャーエールお願いします。まずね。はい。私、最近、渋谷パルコで遊んじゃいました。渋谷パルコも。ねえ、パルコといえばいろんな思い出がありますよ。サンキュー。あれは、確か97年でしたか。ねえ、パルコのアーバナートっていうのに、私入選しましてね。パルコ、土日、渋谷をジャックしてるんですよね、ファンキル。土日にファンキルの VR 見に行こうと思います。よし、じゃあ聞かなくて。ところで、原田専門家が親からもらって微妙な気持ちになったプレゼントって何ですか？よし、これは言えそうだな。微妙な気持ち、でも本当のことじゃないとあんま面白くないんだよね。とんでもない嘘ついたところでっていうのはあるから。親からもらった。クラリネットももらったことないし、物自体はそんなに微妙な気持ちにはなりませんが、包んである新聞紙の記事でそう感じることはありますね。忘れちゃったけど、微妙ですね。微妙ですね。くそ、もう一回挑戦させて。聞いてくれます？私、飛ばしちゃった。星占いを信じるかね。サンキュー。よし、これは質問もらおう。そういえば、原田専門家は星占いを信じますか？理由も教えてください。わあ、もっと直接的な卑猥なことが思いつかん。信じますね。まあ良いように解釈して、ワンチャンあるんじゃね？と曲解してますよ。やれんじゃねって思いながら見てます。まあ、人それぞれですよね。こう大概こうひっくり返したのをもう一回ひっくり返してくるもんね。はい、じゃあもういいや、バイバイ。帰り道気をつけてね。ヘビでも出ますかね。なかなか難しいな。誰か来ないかな。誰か来た。ミルがいます。はい。邪魔するで。邪魔するで。邪魔するなら帰ってよ。はい。間違えた。そういえば、ミルのいいところってどこだと思いますか？わかった。みんなには内緒にします。ミルにしか言いませんから教えてください。教えます。服のセンス、センテンススプリング、略してセンス。服のセンスですね。センス。照れくさいですね。一個聞いて、バイバイしちゃうと帰っちゃうもんね。そうか、これは言わせれねえんだ。そういえば、ミルにとって最近面白かったことといえば、イプシロン、イプシロンですね。イプシロンってね。最近面白かったことの質問難しい。もういいか。はい、バイバイしよう。そういえば、ミルがよくしてそうなことってなんだと思いますか？みんなには内緒にします。見るにしか言いませんから教えてください。うん、マッサージ。わあ、これどうだろう。取りようによってはな。えい。マッサージかな。電話でマッサージ。めっちゃ喜んでるやん。ですか。うん。見るってそう見えるんですね。まあマッサージ嫌いな人いないんでしょう。もっと聞けるのこれ。あ、聞けるんだ。そういえば、見るが喜びを感じることって何だと思いますか？みんなには内緒にします。内緒だよ。見るにしか言いませんから教えてください。何でした？喜びを感じること。質問難しいなぁ、本当に。うんうん、いい眠りにつけた時かな。ですね。ですね。当然、喜びますよ。はい。で、バイバイ。また遊びに来るね。邪魔するなら帰ってや。はい。はよいね。そんなところですか。ねえ。なんか、あ、質問の返事でも1個して終わりましょうか。こう、写真をね、コメントは困るでしょう。秘密じゃないやついきます。これいきますか。あ、これいきましょう。ね。肌専門家が恋人にするなら、ね。W。上限絞ろうかしら。ね。年上と年下とどっちがいいですか？理由も教えてください。当然年下ですよ。愚問です。愚問。若ければ若いほどいい。16から42まで。ね。年下ならいいと。悩んでる大数で展開しない面倒くさくないくらい。なるほどね。ね。誕生まあいいか。そんな感じですわね。あとちょっと進めてね、あれしときましょう。もうよいしょ。いやー、よいしょ。ということで、あれですわ、チャンネル登録の歌ね。チャンネル登録をしてね、してね、してね。チャンネル登録をしてください。しなくてもいいですけど。アリュー、これバニラビーンズが別れ際にアリュー、アデュー。あ、これ、ね、ネムキンの T シャツ、アデュー。